ダクトさん。お、ダクト、見回りかい？どうせ暇なんでしょ？付き合いなさいよ。まあね、これから頼むとこ。ダクトさんもご一緒にどうぞ。おばちゃん、カレー一つ。私もカレーをください。私もカレーちょうだい。もちろんランファスペシャルで。ランファ、あんたが頼んだのって例の？決まってるじゃないですか。これが食べられるのはエルシオールだけなんですから。タクトさん、そのランファスペシャルというのは何なのですか？え、先輩。まあ普通は驚くわな。しかもランファと来たらそいつを平気な顔で平らげちまうんだから。驚くことないじゃないですか。とっても美味しいんですから。早く来ないかな。さて、来た来た。いただきます。美味しい。ランファ、前から気になってたんだけどさ、それ本当に美味しいのかい？美味しいに決まってるじゃないですか。食べればわかりますよ。じゃあちょっと一口。うわっ、辛い。どうです？なかなかいけるでしょう。なんだこりゃ。よくこんなもの平気な顔して食えるね。確かにランファ先輩のカレーだけ明らかに色が違いますね。いいところに気がついたわね。それが美味しさの秘密なのよ。千歳もちょっと食べてみて。タクト、どうしてそういうこと言うのよ。ほら千歳、美味しいんだからね。はい、それでは失礼します。ああどうどうね、美味しいでしょ。うわ、倒れた。ちとせ、ちょっとちとせ。大丈夫です。少し驚いただけですから。もうびっくりさせないでよ。なんか言った？大丈夫です、ご心配なく。何事も経験ですから。確かにいい経験にはなったかもしれないね。こいつが食えりゃどんなもんだって平気さ。ちょっとみんな、ずいぶんの言い方じゃない？ホルテさんも言い過ぎ。そうかね。実際美味しいって言ってるのはランファだけみたいだし。そんなことないですって。もう本当に本当に絶対に美味しいんですから。そういうホルテさんのカレーこそ、ちょっと漏れちゃいますよ。言ってんのさ、甘口は普通だろ。普通こうやってモリモリ食べて。うん、うまい。こっちだって。うん、おいしい。そんなこと言って本当は無理しちゃってんじゃないの？そんな辛いもん人間がそんなにたくさん食えるもんかい。あー、言いましたね。じゃあたくさん食べてみせようじゃないですか。おお、ぜひ見せてもらいたいね。千歳、あんたも付き合いな。はい。ダクト、あんたも見てないで付き合うの？ホルテさん、こんなに美味しいのにどうしてわかんないんですか？それは邪道。普通が一番だよ。よし、完食。おばちゃん、おかわり。おばちゃん、こっちも。では私もお願いします。わあ、おいしい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 。うん、うまい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 。ちょっとタクト、ちゃんと食べてるの？お腹いっぱい。こんなにたくさん食べるのは
初めてです。さすがにちょっとお腹が苦しくなってきたわね。なんの、まだまだお腹いっぱい、もう食べられません。これくらい、どうてことないわよ。おばちゃん、今度は大盛りで。私も大盛りで。同じものをお願いします。ちょっと気のせいか服が窮屈になってきたわね。これで何杯目だっけ。お腹いっぱい、もう食べられません。タクト、あんたは調子良さそうね。ちょっとたくさん食べられるからって威張らないでよ。戦いの意味なんてのは終わってみるまでわからないものさ。これが戦いなのですね。え？え？はい、私最後まで頑張ります。限界、さすがに残りは食べられない。このあと少しが、あと少しが口に入らない。お腹いっぱい、もう食べられません。あれ、ちょっと待って、千歳ってさっきからもう食べられないって言いながら結局全部食べてるんじゃ。うわ、ほんとだ。勝者は千歳だね。私もこれでギブアップします。では自室に戻りますので。あ、それからまさかとは思いますが、残したりしてはいけませんよ。え？食べ物を粗末にしてはなりません。小さい頃からそう言われてきませんでしたか。あ、いや、その…それでは、失礼します。一体何なのよ、あの子は。ねえ、もう乾杯。あんたたち、あの子の言う通り、ちゃんと残さず食べるんだよ、いいね。はい、食べられるかな。やれやれ、住んでもらおうかな、もう。